皆さん、前のヒップホップの時間です。キングパルです。バイト、サナコです。さあ、おパルちゃん、はいよ。皆さん、はい、もうすぐ4月、新入生、新社会人の多いこの季節、はい、私ももうすぐ18歳、親元を勇気を出してちょっと離れて一人暮らしをしてよう、してみようかなってちょっと思っています。そこで、はい、一人寝はちょっぴり寂しいので、はい、何かペットを飼ってみたいと思うんですが、うん、私の住もうと思っているマンションは犬や猫は飼えませんね。そこで何かおパルちゃん、ありませんか？ありますよ、任しなはれ。だって皆さんね、もう辛いよね。じゃあ、あんたにはぴったり。絶対びっくりすると思うんで。はい、要チェック。入ろうか。はよ、何かな？金魚さんかな？小鳥さんかな？それでは入ってください。それはね。今週はさとこちゃんのペット探し。オパールが連れてきたお店は大阪メディカ村のレインフォレスト。全国でも珍しい爬虫類、両生類を扱う専門店。買い方もスタッフが丁寧に教えてくれますよ。皆さんもお気に入り見つけてくださいね。ペットやって言ったから可愛い。キュンキュンキャーとか。いやいや、もうこれでも可愛いね。可愛いで。思ったらこれはね、もうなんぼ話しかけてもね、なんか話ずっと聞いてくれるような感じやね。クモと喋ったら、いやークモよ、今日大変やったな。もうほんま仕事の話聞いてくれる、見てくれてんで。てか狙ってるんじゃないの？狙ってんやもん。松本さんだね。よろしくお願いいたします。じゃあお願いします。すごいですね。そうですね、あのクモはね、何種類今クモはね、この時期一番少ないんですけどね、うん、今50種類ぐらいですね。例えばね、目の前に、タランチュラと、はいはい、かわいいミニチュアダックスフンドが、はい、拾ってくださいってありました、はい、迷わずタランチュラやん。そうでもないですけどね。まあそうですよね、タランチュラでしょうね。タランチュラなの。すごい色やろこれ。これは皆さん、グリーンツリーパイソン。これでだいたいフルサイズで2メートルぐらいですからね。2メートル前後。こんなにちっちゃくどころ。ヘビは手間いらず場所いらず、実はとっても飼いやすい動物なんですって。そしてオパールちゃん、この大きなボアとスキンシップ。おお、逃げてる早っ。俺ずっと子供頃イメージ、ヘビってめっちゃトロいと思ったけど、こいつめっちゃ動いてますよ。みんなこれは木登りとかして。ごめん、ヘビさん。そうですそうです。いや、ちょっとみんな女子ペロ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 して。亀やね。亀はね、割と比較的緑亀とかそういうのお祭りで釣ったりとか、はい、割と馴染みがあるじゃないですか。そうですね、だから女性とかが買い求められること多いんじゃないですか。はい、うん、あの男性の方も女性の方もやっぱり日本ではもう亀が一番爬虫類の中では売れてると思いますよ。ブリスベンマゲクビガメですけど。ブリスベン、オーストラリアの。まあオーストラリアはね、動物があの全部持ち出し禁止なんで、はい、アメリカとヨーロッパから輸入してます。経由で、はい、まあ、もちあの人工繁殖されたらいいですけどね。え、もっと大きく30センチぐらいに、これは何ですか？桃色のかわいい虫食い亀って言うんですけど、それのアルビノですね、色素のない亀です。似ていただいて分かる、目が赤いでしょ。漆黒なんですか？え、ビビリなんですか？大丈夫ですよ、でも、でも大丈夫でもいいで。パルちゃんも出していただけたら。触られへんけど、かわいい。触られへんけど、かわいい。爬虫類では最も飼育者の多いカメ、スッポンからリクガメまで個性派がたくさん顔を揃えていました。スコーピオン。スコーピオン、サソリね。これ刺すどこあるの？どこありますよ。うわ、ヨウさん。びっくりした。え、サソリってそんな普段動かないんですか？普段動かないです。これもね、夜行性なんですよ。比較的リーズナブルですね。そうです、はい。結構若い子が今タトゥーとか入れてる子多いじゃないですか。そういう子がね、まだこれあのモデルとしてね。あ、こんな風に追ってくれって、はい、うん、あの買われたりね、そのまま自分で買ってたり、さっきのタランチュラなんかもそうですけど。タトゥー屋さんもえらい迷惑ですね。こんな風にですよね。アフリカのヤモリなんですよ。
かわいい。西アフリカトカゲモドキ。あ、目がかわいい。あ、柔らかい。そうやな。あの、ここのおしっこの部分に栄養を貯めてるんですよ。だから別に一月ぐらい、野菜を食わずでも生きてられるんです。トカゲはおとなしくてとっても人懐っこいんですって。その他、珍しいゴキブリちゃんもいましたよ。どういう方がこういう爬虫類をお求めになられるんですか？そうですね、私とこのお客さんはもう本当にごく一般の方ですね。学生さんから学校の先生までおられますし、あと動物園とか水族館で働いてる職員の方もお客さんでおられますよ。女性は？女性の方もおられます。女性の方は結構ね、ヘビとかカエルを飼われる方が多いですけどね。まだ皆さんが思うより女性がヘビとかね、怖いではない。ここにいる爬虫類ちゃんたち全て我が子のように、むしろ我が子よりも。そうですね、可愛いですよね。運動会そんなのわしはこいつらに餌やらなあかんのやよ勢いですか？そうですね。子供も勝手なしやで。この後さとちゃんが選んだペット、いよいよお披露目。さてと皆さん、ほらさとちゃんペット決まったで。決まりました。見てみんな、私のルームメイト青舌トカゲのカバンだったらよかったのに行くんです。何言うの、最悪。かわいいぞ。なら、かわいいぞ。すごい爪が鋭いね。この子はね、松本さんがおっしゃったのはおとなしいです。春から新生活を始める諸君、こういうペットいかがでしょう？なねえ、カバンだったらよかったのにくん。ぜひ皆さん、レインフォレストさん、ぜひ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 来てください。よし。